ち言ってる間に。しかもメロンパンケーキやば。超美味しそう。なんかスフレパンケーキらしいです。メロンだけ食べよう。冷えてる。めっちゃいいバランスだと思う。まあ、季節のパンケーキとか絶対常にあると思うし、結構カフェだけだと甘いものだけっていう場所多いと思うけど、ここはご飯とかブランチもできるからすっごいおすすめです。東側にあるルトアベースメントっていうカフェからスタートです。やっぱ朝は韓国ではパン屋さんとかに来ることが多くて、このピカルタなバターと小豆のクロワッサンとか、きっとみんなも一度は見たことがあって一度は食べてみたいと思ったはずのもの。ここは結構2階建てで上で注文して下はなんかゆったりできるスペースだから、これからゆったり朝ごはん、まだ眠い。これも美味しそうだった。パッションフルーツとラズベリーが入ったサイダーソーダみたいな飲み物で、ビタミン C 注入してます。寒いかなと思って上にめっちゃティーの服を着てるけど、意外とそんな寒くない。さっきのなんだろう、ご飯したところから車でちょうど1時間ぐらい。めっちゃ大自然、急に大きい公園みたいな、森、川もあって滝もあって、結構もう5時近い、5時半かな、
夕日がちょうど見えるぐらい。でも人がすごい多い、思ったより。やっぱまだね、そんな寒くないから、ちょうどサンセットと滝が見れたなーって。で、ほんと24歳まで100円で入れます。超お得、学生とか絶対いいと思う。それ以外は200円、激安どっちにしろ。よし、じゃあ先に行くぞ。滝行けますか。近かったね。うん、近い。近いって何が？距離。ここまでの距離？それとも滝までの距離？ここまでの距離。ここまでの距離近かったよね。だってチケット買って入場してから500メートルくらい、もう本当歩いて5分くらい着いちゃうから、結構なんだろう、自然とか山とかすごい得意じゃなくてもすごい身近に滝見に来れると思うから、超おすすめこのスポットは。なんかみんな結構写真とかここベストスポット。昼間に来て太陽が当たってる時間も綺麗かもしれない。じゃあもうゆっくりお散歩して戻りましょう。最終日のディナーです。なんか、まずお店がめちゃめちゃ綺麗だし、結構分かりやすい場所にあって、なんだろうな、あのドーナツ屋さんとかの近くが結構お店がたくさんあって、たまたま通りがかってすごい人が賑わってて、調べてみたらなんか本店みたいな感じで、もう最終日の夜ご飯はまたサムギョプサル食べたいなと思って、美味しそうなお店に着きました。めっちゃやばい、これで 400g だ。超楽しみ。この匂いやばいね。どう、やばい？これ全部で3万4000ウォンだから、だいたい3400円前後なんじゃないかな。結構リーズナブルだよね。こんだけお肉食べれて、野菜もあそこのセルフバーで食べ放題、追加し放題。あと、きっと昼間だとこう海沿いだからすごい海が綺麗だと思う。昼間来るのも結構このエリアはおすすめかも。うちらは夜ばっか来てるけどね。もっといろんなお店探索したいな。地図もなんか島だから回りやすい分、なんかいろんなお店が近くにいっぱいあって、いっぱい知りたくなった。おー、焼けたやつ。ちょっと塩つけてって言われたから、お塩つけて。超柔らかい。うまみがやばい、ね、そんなハッ、うん、
熱いって言われちゃった。ティーも食べて感想教えて。うまっ。うまい。柔らか。柔らかいよね。うまい。なんかどんどん食べ方教えてくれるからすごい、いろんな味で食べれるのがすごい楽。次はきっと辛いソース、味噌。うまい。でも大丈夫、辛くないそんな。見えた。